左、フィリッポリ一ピのバルバ通りの祭壇が、聖母、マリアの街頭の縁、1438、ルーブル美術館修造右、上、アントニオ・ビバリーニの、トゥールーズの三類、聖母、マリアの街頭の縁、1450、下、ヤーコポ・ベリーニの、謙遜する聖母、マリア、聖母、マリアの街頭の縁、1440、ルーブル美術館修造義空フィー様式、 別名クーフェスクは、アラビア文字のクーフィー体の直線的、幾何学的文様を参考にして成立した中世、ルネサンス期の様式である。ヨーロッパの芸術において、イスラーム建築に利用されていた直線的、幾何学的なアラビア文字のクーフィー体を模倣して成立したものは、しばしばギクーフィー様式と呼ばれる。ギクーフィー様式は、特に、 ルネサンス美術において聖地に関わる人物、特に聖母マリアを描写する際によく利用された。ギクーフィー様式は西洋芸術におけるイスラームの影響の一例と言える。マーシアをオファによりアッパース朝のディナール金貨を招いて制作されたマンクス。クーフィー一体の直線形の文字の中にオファレックスの文字が見られる。東ローマ帝国の舎兵フ。 中央の縁の縁に見られるギクーフィー様式。12世紀、リモージュホーローの地ボリウムに見られるギクーフィー様式。リモージュ、フランス。1215-30。大英博物館修造。クーフィー一体を模倣した。最初の例は8世紀のマーシア王。オファがイスラム圏のディナールを模倣した金貨を製造した。例とされている。774年に、アッパース町。 第二代カリフマンスールが鋳造したディナールの模倣品であり、コインの裏面にはオファレックスと刻印されている。貨幣に刻印されたクーフィー体のアラビア文字に多くの間違いを含んでいることから、当時の貨幣鋳造紙はアラビア語を全く理解していなかったことがわかる。この貨幣は当時イスラム教国家であったアンダルスとの貿易を行うため、もしくは おはがローマに約束した年間365、マンクスの支払いのために鋳造されたと考えられている。10世紀半ば、アマルフィやサレルノなどの南イタリアより、アラブ地域で流通していた貨幣を模倣したたりと呼ばれる貨幣が作られたが、義空フィー様式ははっきりとした形では見られない。大英博物館に収蔵されている13世紀、フランスのリモージュ放浪で製作されたチボリウムには、 クーフィー一体の文字とイスラーム建築を模倣した菱形のデザインが施されている。ギクーフィー様式は、リモージュで装飾様式として定着し、アキテーヌ地域圏で長期間にわたって使用されていた。ギクーフィー様式の頭巾をかぶった聖母、マリア、ウゴリーノディネリオ、1315から1320、パオロベネジアーノの聖母マリアと、子、1358、 ギクーフィー様式が街頭の円に見られる。ルーブル美術館修造ジェンティーレ・ダ・ファブリアーの作の東方三賢人の数形、聖母、マリアの後輩に見られるギアラビア様式。後輩の中の文字は花形の模様により分割されている。ギクーフィー様式の多くの例は10世紀から15世紀にかけてヨーロッパの芸術作品で見られる。 義空フィー様式による秘文は11世紀半ばから12世紀半ばにかけて東ローマ帝国建築でしばしば見られ、12世紀半ばから13世紀半ばにかけフランスやドイツの宗教壁画でも見られるようになった。義空フィー様式は書籍や織物、宗教画の後輩や絵画の縁などの装飾体としても取り入れるようになった。この時期の義空フィー様式は、 ジョット・ディ・ボンドーネの絵画に多く見られるロサモンド。マックによると、1300年から1600年にかけて、イタリアの芸術で取り入れられるアラビア文字は、クーフィー体から続け書きのアラビア文字へと変化していき、一般的にギアラビア様式とでも呼ばれるべきものへと変化していった。金箔の後輩にギクーフィー様式を取り入れる習慣は1350年を境に見られなくなっていったが、 フィレンツェで、絵画界で影響力を持ったジェンティーレ・ダ・ファブリアーノや、キリスト教の影響を受けたマサッチを、よりゴシック様式へ傾倒していた、ジョバンニ・フランチェスコ・トスカーニや、フラ・ンジェリコといった画家の作品によって、再度流行した、聖母・マリア像に見られるギアラビア様式の後輩、マサッチを、ギアラビア様式の毛布に包まれた、キリスト・ジェンティーレ・ダ・ファブリアの聖母・マリア像に見られるゴシック、 ギクーフィー様式の後輩、フラ・アンジェリコ作。アンドレア・マンテーニャのサンゼーノの祭壇画の聖母マリア像。足元のトルコ絨毯と衣服の縁にはギアラビア様式が見られる。1450年頃から北イタリアの芸術家は海外にギアラビア様式を装飾として取り入れるようになる。フランチェスコ・スクワルチーネは1455年にこの様式を取り入れ、 彼の弟子であったアンドレア・マンテーニャもそれに続いた。1456年から1459年に描かれた三世野の祭壇画では、マンテーニャは足元のトルコ絨毯と衣服の縁にギアラビア様式を取り入れている。マルムークの聖本描写や聖母、マリアの足元のトルコ絨毯にギアラビア様式が見られる。ギクーフィー様式やギアラビア様式が中世やルネサンス期に流行した。 正確な理由は明らかになっていない。西洋人が誤って13、14世紀の中東の文字をキリストの時代における文字と同一視して取り入れたと考えられている。ルネサンス芸術では、ギクフィー様式はダビデのような旧約聖書の英雄の衣装を装飾する際に用いられていた。もう一つの理由としては、様々な手書き言語を混ぜ合わせることで、 芸術家が当時十字軍遠征など国際的な影響拡大の野心を抱いていたキリスト教への忠誠を誓うため文化的統一性を表現したという点が考えられる。ギヘブライ様式もまた時折ルネサンス絵画で見られる。マルコ・マルツヤーレのカツレイという絵画にはヘブライ人が登場していないにもかかわらず背景のモザイクにギヘブライ様式が取り入れられている。この様式は 特にドイツの作品で一般的であった。16世紀後半を最後にディアラビア様式はほとんど見られないようになっていく。ロサモンドマックによると、東方の文字や衣服、後輩はイタリア人が古代ローマを映し出す絵画に初期キリスト教時代を見たことで次第に消えていったとされている。ありがとうございます。